はい、今、榎本君が本陣にしたという、淳勝寺、今現在は東別院と言いますけれども、東本願寺へ差し別院と言いますけれども、そこの、高台にいます。ご承知のように、ご覧のようにですね、その神武島の沖合で、そうですね、11月15日の朝来まして、そして榎本軍は、艦砲射撃をしまして、枝幸を占領します。そしてここに、淳勝寺に本陣を組むわけですけれども、夕方6時頃、急にですね、たば風といいまして、枝幸の冬の季節風で北北西の強い風が吹き始めまして、暴風雪がになります。そこで、その神戸島の沖合で、岩礁に衝突して、座礁します。海王丸が座礁した11月15日の翌朝、松前の方から土方が駆けつけてきます。本陣に来まして、榎本さんと話をして、その後枝幸奉行所の前に行って、海王丸が沈むのを見てます。榎本は、蝦夷地に夢をかけた、蝦夷共和国に夢をかけたんだけども、海王が沈むことによって、その夢も幻に消えたというふうに嘆くわけですけども、土方は、海王が沈んだのは榎本さんのせいじゃないと、これは海王の定めなんだよと言いながら、榎本を慰めるということだというふうに聞いてます。